アメリカがその業績相場に移行して、アメリカの金利が上がってドルが上がって円が下がりというトレンドを待つ段階だと思いますね。まあここからはどうですかね、ちょうどまあ年度末に入りますから、ここは一旦はそのいわゆるその配当取りですよね、年度末に向けて配当を取る戦略にシフトしてですね、そしてまあどうでしょうかね、日柄調整をする中で、ドル高基調に動き始める、まあ、そこで本格的にその、まあ、配当株、確かに内需株に多いわけですから、内需株からですね外需株へスイッチする、このタイミングが一つ来るんじゃないかなと思いますね。早くももう今日代償なんかでも、はい、南海ですとか経験ですとか高値更新はしてるんですが、はい、少しなんか先取りしてるような感じもするんですけれども、はい、こっから日経平均1万円台っていうのはそう遠くないんでしょうか。はい、いや私は個人的にやっぱり年度替わり入ってからでいいんじゃないかと思うんですよね。いいじゃないかというまあ基本的によくあの日本株はその4月ぐらいに高値をつける季節性ってあるじゃないですか。はい、やっぱり4月に入ってその資産投資家のニューマネーが動き始めるというタイミングですよね。でさらには先ほどの話の続きで言えばアメリカの企業の業績が出てくるのはやっぱり4月、続けて日本の決算が出てくるのが4月。